松江の大会、松江の大会で、まあ、初めての自分自身が感極まってもう涙しか出ないようなもうボロボロの感想という部分 で広島は広島で、まあ、何度も誤爆があったんですよね。まあ、これは予期してせぬことでありまして、また組まさせていただくのか、もしくは対局に行ってしまうのか、それはそれで本当に楽しみしか私はございません。いや、組まないって言ってたじゃん。違うじゃん。ねえ、ねえ、ねえ。組まないって言ってた。まあ、どんどんと。俺は文章見たもん。一つの創造性として。プロモーターが言うことはさ、全てじゃないじゃないですか。やっぱりレスラーはレスラーの意見があるし。ねえ。ねえ。だとしたらもう、これはもう、対局に立つしかないんじゃないですか。ぜひとも大阪はもう軍団構想で無我対邪道で邪道対無我でやらさせていただきたい。やりましょう。じゃあ失礼します。よく聞け、俺たちは這い上がってきた人間だから、それしかできない不器用な人間ですよ。あんたから食らった電流爆破は本当にあの時感じたよ。全く無駄と邪道じゃ生き方が違うなって。わかりました。大阪で決着つけましょう。